どうも皆さんこんにちは。ごめんなさい、4月の20日ですね、火曜日で戻ってきたいと思います。今ね、加藤のホームページ見てみたら、来月発売の、5月発売予定のね、商品の、PDF 情報が出てましたんでね、ちょっとその辺の案内の方していきたいかなと思います。というわけで、上から順に行きましょうかね。そして俺は小腹が空いたんで、何かおつまみながら行きましょうか。冷めてんだよな、これめちゃくちゃ。あ、でもこれ全部玉ねぎじゃん。あ、失敗した。玉ねぎ取ってきちゃった。あ、めちゃくちゃ玉ねぎでやばい。あとで戻してこよう。ちょっと戻してきます。昨日、夕飯天ぷらだったんで、エビ天と鶏天も残ってるんですよ。それかなと思ったら、夜に玉ねぎ天だった。じゃあ行きましょうかね。一応データとしては、いつだ？発売予定で案内されたぐらいか。まずこちらですね。5月発売予定で、ここにも足表も出ておりますんで、見れる状態かな、一応は。じゃあまず、出てる本だけ行きましょうか。まずじゃあ、これですね、英国鉄道。はい、こちらですね。これはポスター共通か。日立クラス800ということでね。どこだっけな、笹戸工場だっけたまに忘れるんですけど。どこだっけな、確か日本で作られ、ああ、そうですね。笠戸事業所が確か、笹戸じゃなくて笠戸ですね。確かこれ、海外に行くときにさ、道路走るときに、確か、なんだっけな、日中珍しくイベントかなんかで走って、有名になった、その車両ですね。日立クラス800。800の GWR の1671と、802LNER の東、こちらの169ね、2種類が今回出るみたいです。結論が2と3ということで、これ何かあるんですかね。一応、本製品外車ということで、スケールが148分の1になってますので、ご注意くださいと。こんな感じね、説明しております。英国鉄道のクラス800、英国で推進している都市間高速のような通路として、IEP による従来の、ディーゼル機関車の置き換え、ディーゼル車か、置き換えにより、電化管はパンダが主流で、非電化管はエンジン打線から、ハイブリッドのやつですね。日本でもあるやつ、あれね、日本で言うと敷島がそうか。これ日本の、日立製作所、笠戸事業所並びに日立レール車、英国工場で製作されて、エイトリンシリーズの5本と日本で培った、軽量化、高速化の技術を英国鉄道のシステムに提供させて開発されましたと。最高速の200キロ以上の走行、走行中の電源切れなど高度な課題に日本の技術が応えて実現した、車両と言えますと。そんな感じですね。2017年10月、GWR での運用か、開始を契機に、順次増備が行われていると。へぇ。室内設備、普通席が2たす2、一等席が2たす1ということで、なってます。で、一等制御車の搬出は調理室スペースなどに、一等客さん向けに食事を提供しろか、ビュッフェ設備を持つ NNR 編成では、あると。で、GWR 編成ではビュッフェではありませんが、カートによる車内販売を行うと。へぇ。まずこちらですね。左側の方が、ビュッフェがない車両ですね。で、右側の方がビュッフェがある車両と。こうですね。二等、二等、二等、一、二等ごとの一等ここなんですね。へぇ、面白いね。一応ね、左側の編成と、右側の編成、それぞれ連結して走るみたいですね。一応重量編成と。で、オプションとしては全車室内灯付きで、これはどういうカプラなのかな、ちょっと気になりますね。一応こんな感じね。で、ごめんなさい、足パーツですね。普通の密連型なんだ、カプラーは。ちょっと待って。このタブレット、ほんと調子悪いからな。一回ダメだ、これ、ほんと。AU行って修理出さなきゃダメだな。こんな感じですね。ってどこだっけ。なんか、画面、あ、これですね。車両の連結に関しては、押し切りなの。普通の加藤の密連型と。消灯スイッチに関しては、付属のドライバーで車体裏面っていう感じで、これは加藤の純正ですね。だから、なんだっけな。西日本の223系とかもね、こういう感じなんで、楽なやつですね。で、ドローバーは単調それぞれ。で、これは TGV 同様、そうですね、カバー外してつけるタイプみたいですね。で、室内灯クリアがあって、先頭車の室内灯の付け方、スカートの、図の取り付け、図の位置に取り付けたと。なんかあるんだね。なんかそうですね、スカート曲げてから、外すみたいですね。先頭車のボディを動かせないのは、スカートが外れた場合は、シグナル手順を取り出してください。スカートの図の位置に取り付けてください。で、床下を詰めるスカートの底にして、床下のボディを先頭にはめ込みます。で、こんな感じ。で、なぜか思いっきしの、おまけがつくんですかね。あ、オプション、オプションなんか、オプションか。で、こちら、今回ね、加藤の外車にしては珍しく、ボディと床下、全部がね、新規設定ということになっております。今までの TGV 系列でもね、なかなかなかったんですよね。ボディの設定っていうのは。今回は、ね、一応、上の GWR、下の NAR とね、それぞれ1、2、3、4、5、発売となっております。で、こちら、床下設定もね、ライトに続き室内灯照明板付きの、もろもろが、発売されるみたいです。で、カプラーに関しては、クラス800専用のやつが、密連の電連模様付きのが出るみたいですね。で、動力ユニットは、室内灯照明板付き。で、クラス800の台車が、こちらで動力台車と中間ジョイント。中間ジョイントも今回新規設定みたいですね。
で、パンタグラフに関しても新規設定。で、あ、珍しく今回全面の頭部カバーまで出るんですね。ちゃんとね、GWR、NAR、NADR、それぞれね、まあ出るみたいですよ。まあ、ただ、ライトネットとか主電集に関、一部に関してはね、まあ、共通みたいですね。だからこの辺はまあ、まあ楽っすね。まあびっくりしたのが、そうですね、前面の鼻の部分出るんですね。まあスカートとドローバーとホロもね、まあ前者つきますと。そして次がじゃあタリスかな。あ、そうですね、先に64か。こちらですね、EF64 の0型と。まあ一応ね、まあ今回、0型っすね。まあ一応フライホイールであった、フライホイールでいいんだよな、これ多分。そうですね、フライフスキーですね。まあ一応ね、メーカーズブレードが、5718が東芝製、811152227川崎製のね、まあヘッドマーク、ごめんなさい、ナンバー、メーカー、ナンバープレートとつくみたいです。いつもとく、ナンバー、あの、ナックルカプラー交換してって感じかな。まあそうですね、一応俺が持ってる、加藤の64って言ったら、まあ1000番台とか、0番台全部昔のやつなんですよね。37号機とか。そうですね、そう考えるとあいつらがリニューアル食うんですかね。まあ一応ボディ、まあ0型、ごめんなさい、1次型、2次型、それぞれボディが新規設定と。まあ、動力ユニット、カプラーが1次型、2次型それぞれ、動力ユニットは、それぞれですね。で、ナックルカプラーは共通の板羽。まあ、この辺はそうですね、中間台車とかは、そうですね、中間台車はおそらく共通ですかね。まあ、動力台車も共通で。まあ、1次型のナンバープレートが、こっちですね。で、2次型がこっちと。あ、これじゃあ共通説明か。そうですね。まあ、一応上のナンバープレートの中からこちらが、ね、それぞれ記載され、入ってるみたいです。で、パンタグラフ共通の、ライトユニットで開放デコ、それぞれ。そうですね。一応こちらが二次型用になってますね。で、こっちが一次型用と。で、こちらが EF62 の、まあ、ホイッスルですね。で、こちら、乗馬、ごめんなさい、スーパー製の開きか。まあ、対応みたいです。そして次がパノラマっすね。381系パノラマシナノと。まあ、加藤はね、幾度となく、まあ、いろんなタイプの381系、まあ、レジェンドコレクションだったりとか、まあ、黒潮とか、ヤクもまだ出てないのかな。ヤクも出てたっけな。あの、紫かね、緑のヤクも出てたら欲しいんですよね、個人的に。まず、あ、一応今回パノラマシナノがね、いつもどおり6機3増で出るみたいです。一応こんな感じですね。6両、1号車から6号車で増結3号車までの編集ですね。で、こんな感じですね。中間連結部分だけフックなしですかね、これはおそらく。で、全車共通のサスペンション機能で、あれと。なんかスマホが光ったけどいいや。で、こんな感じのね、入っております。で、そうですね、なんかスマホが気になる。よいしょ。あ、違う、俺が加藤のホームページつけっぱなしだったけど。で、一応ね、トレインマーク、シナの臨時使い系、これなんでしょうね。ちょっとわかんないんで、ごめんなさい。ちょっと調べてみるか。なんでしょうね、これ。臨時列車、あ、シュプールか。これなんだろう、奇変に母みたいな字は。ちょっと気になります。ちょっと調べてみましょうかね。シュプール。まあ、8型でやったら出てくるかな。あ、出てきましたね。これは。96年の2月頃に運転してたやつですね。関西発着の、大糸線方面。まあ、長野の方面の列車ですね。そうですね。一応、糸以外から大糸線に入る列車ができず、このシュプールなんとかと、これは。運転は2往復みたいですね。バス接続という形で。こういう列車もあったんだ、シュプール。主な列車。ただそうですね、読み方まではわかんねえよ、俺も。ちなみに、シュプールつがい系、こちらが、急行電車で名古屋から信濃森かみたいなかな、わかんねえけど。まあ、中央本線の名古屋から、その信濃なんとかところを、運行する列車。運行されたのがこちらは、1987年ですね。で、それ以降は運転されたのか。で、こちらのシュプール、こちらこの右側の方が、大垣駅から南、これは南小谷でいいんだっけ？まあ、運転されてた列車と。ふーんとしげよねえんだよな。確か南小谷でいいんだっけ？小谷だっけ？あんまりその辺が俺わかんねえんだよな。ちょっと待ってくださいね。あ、南小谷か。あ、小谷か。めんどくせえな。小谷と書いて小谷と読んで小谷でも、わけわかんないです。頭がおかしくなってきた。で、相性版も、これは、黒よ、専用か。まあ、それ、つくみたいです。まあ、これはだから、黒潮同様の交換の仕方なのかな。で、一応こちらですね、ステッカーを、登場仕様がね、設定されてて、まあ、こんな感じですね。一応拡大すると、まあ、画質荒いんですけど。全然字が読めねえ。おそらく、これは名古屋っぽいんだよな。名古屋と、まあ、ホームライナーと、これ、臨時かな？まあ、入ってるみたいですけど、まあ、この辺はだから、発売されてからの楽しみですかね。で、まあ、この辺が、スカートカブラの方法。で、アクシーパーツこちらですね。
ボディに関しては、まあ、一部共通設定ですね。モアとか、は共通設定になってるみたいです。で、ライトユニットと活かしたトート。で、カップラーセット、そんな感じですね。まあ、そんな感じなんです。一応こちら。ごめんなさいね。相性版に関しては、シュプール使い気が、あれなんですね。付録するんですね。ってことはあれか。取り付け済みは何になるんだ？で、ちょっと何が取り付け済みかちょっと気になりますね。まあ、一応、シナの臨時シュプール使い気がついてるんで、おそらく何かは取り付け済みだと思うんですけど、まあ、ちょっと商品ページの方見てみるか。それ多分おそらく何がついてるかっていうのは記載があると思うんですけど。そうっすね。まあ、一応、らしいこんな感じで、ボディ動力にと、シャ全面カプラセット、相性版のホイ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 って感じですね。まあ、ライトニットはクモハイ101用で、これがクハか。で、黒色に関しては、まあ、西武線共通みたいですね。で、平井キクハ18のツーネットで、クハ103のアンテナと。で、特急マークスのプロをもろもろって感じですね。じゃあちょっと何の相性版が取り付け済みか確認しましょうか。おそらくパノラマシナノが取り付け済みですかね、これ。でも、でも一応そうですね。シナノが取り付け済みなんか。で、交換用としてシュプール使い系でこれが付属さんか。ちょっと中のデータとはちょっと違うんだね。ちょっともう一回見てみましょうか。そうですね。一応こっちにはシナの臨時シュプール使い系になってますけど。まあだからセットで買った方が、相性版もお得なんですかね、個人的に。こちらの方のトレーマーク、まあ、シナのシュプール使い系、こちら臨時が付録なんで。まあそうですね。こちらは、だから、まあ、こっちに関しては4枚1ユニットなんですよ。まあ、これ見てもらう通り。まあ、こんな感じで。で、これに関しては、まあ、そのままなんですけど、まあ、こっちがちょっと問題みたいですね。まあ、だから、その辺がちょっとね、今後どうなるか。まあ、そんな感じですかね。じゃあ次何にしようかな。もう次、タリスか。こちら、加藤のタリスですね。まあ、TGV の、先頭車は、2階建て顔で、中間車がね、平屋型の、まあ、面白いセットですね。タリス、フランス、ベルギー、オランダ、ドイツで、これなんだっけな、なんかあるんだよな、これ。毎年やるんですけど、どっかに書いてないかな。パリ、ブリュッセル、アッセルダム、どこだっけ？どこだっけ？パリ、ブリュッセル、あ、ケルンか。で、このケルンを行くやつが、まあ、この PBK で、ケルン行かないやつが、TGV の平屋顔の、まあ、やつですね。まあ、一応こちら PBK でデュープレックス同様に、2両の電気関車で8両で連接してますけど、10連接ですが、鮮やかなワインレッド特徴に女性の床をイメージしたシンボルマークが、特徴的なカラーリングです。まあ、それがここですかね。まあ一応ね、前回平井型のタリスっていうのはね、進化されてるんですけど、まあ一応待ちに待ったって感じですかね。確かこれ、まあなんか、この車両が入るってルールあるんですよね。一応こちら、まあ電源方式っていうのもあるんですよ。このなんだっけな、ケルンか。ケルンに行くための、まあその4電源方式っていうのがあるんですけど、その海外によっては、日本はまあ左側通行の運転台左っていうのがあるんですけど、国によっては運転台が右っていう国もあるんですよ。右側通行で。それはちょっとどこだか忘れたんですよ。ただそいつ対応がこのデュープレックスの、まあ、2階建て車両の顔なんですよ。確かそうだったと思う。ただ、ケルンがどうかは忘れた。まあ、こんな感じですね。一応、直立間では、両方の幅があって、まあ、進行間だし、後ろ側の、まあ、中間側が開くと。まあ、こんな感じですね。本製品、PB 重量セット、まあ、もしくはね、前回発売された、まあ、PBA のノーマル編成でも。まあ、そうですね。連結できますと。まあ、だから、これ同士2編成でもいいし、まあ、相方のね、PBA のタリスでもいいっていうのが、まあ、今回のセットですね。これが加藤の楽しいデュープレックスの遊び方ですかね。で、一応こちらですね。M1 から M2 の、まあ、1号車から1号車までの車両編成と。まあ、一応ね、今回から連結器はそうですね、前回同様変わってますね。確か前回の、タリス発売された時が、めんどくさい連結器だったんですよ。その、なんつうかな、ユーロスター式の変な連結器。ただ前回のやつから、新幹線の、なんか密連型の連結器の複式になったんで、複式だっけ？確か変わったんですよね。私これ前回全部交換したんですけど。まあ、一応そんな感じですかね。一応ね、前回同様、まあこんな感じでと。そうですね。はい。まあ一応ね、室内灯も取り付けてますって感じでね。今回、ボディは全1、2、3、4。そうですね、おそらくボディは R5 版と M2 が共通になりましたね。ただ R5 が誰か知らねえんで、相方が。そうですね、R5 の相方は誰でしょうね。まあ一応ね、まあそれぞれの、まあ今回もだからね、ボディが設定されたんで、おそらく花も出るかな、もしかして。花はない。 なんだ、前回の、前のさ、なんだっけ、笹戸事業所のやつは花すぎたから、こっちかと思ったのにね。まあいいや。一応ね、ボディ、ごめんなさい、M2 と R5 以外全部出ます。で、ガシャセットに関しては、R1、R2、
で、俺なんかわかんないんだよな。まあいいや、あと、なんか TGV の、R2 から R6。なんかゴミが落ちてきた。で、なんか、まあ、床下セットが、タリス BB 系馬はなんか M2 出るみたいですね。M2 っていうのは多分モーター車の、これですね。まあ一応これ M1 がモーター車になっちゃうんで、まあそれ用のトレーラー車の、床下が M2 になります。はい。あとは何でしょうね。ちょっと書いてましたね。で、この、TGV ポスの R6 使えばね、R6 なら対象になりますんで、まあそんな感じですかね。だから今回の TGV から、床下壊してもどうにかなるんですよね。過去の TGV って、床下の爪っていうのがあってて、折りやすいんですよ。ね、分かりやすいかどうねえかな、なんか。あとね、ちなみに俺ね、過去にね、ボディ持ったことあるんですよ。これ、このボディ無駄なんですけど、このボディっていうのがね、ちょっと広げすぎちゃうとパキって割れちゃうボディなんですよ。ただ別に割れたからといって、なんかそんな、あんまり正直言うと、見た目的にはそんな変わんないんですよ。ただ割れちゃうっていう事象が結構俺の中では多くて。あ、そうですね、そういう意味で言うとちょっと怖いんですよね。あと、そうですね、まあ、こういう床下の爪ですね。こういうところに床下の、室内と見ると分かるんですけど、この室内灯じゃない側っていうのは台車にくくりつけるタイプの爪があるんですよ、床下。爪が折れちゃうっていうのもあるんで、まあそういうね、交換用に、まあ今回床下が発売されてるんで、まあだからこの床下があとどこまでの製品に対応効くか。そうですね。まあこの辺に関してはちょっと買ってみないとわかりませんけど、さすがに6000円も床下を無駄に買えとかねえんだよな。まあちょっと俺が持ってる TGV 系列が、まあどんだけ床下が折れてるかによって、まあそこの対応車種だけ交換するっていうのも、まあ面白いですけど、ただ交換して違ったらダサいですからね。まあ TGV ポスっていうのがありますね。このポスっていうのはおそらく避雷車なのかな。まあこれだ、それは絶対避雷車か。そうですね。これで床下が2階建て車なわけないですね。ポスってどんなやつなんだろう。黄色いやつかな。あんまり俺、正直デュ、あの TGV って知らないんですよね。ポスって調べたら普通にデュープレクサーですよ。側面の色はレゾ、顔はデュープレックスみたいですね。2階建ての。面白いね。こういうやつですね。まあ、加藤がこれを今更ながら製品化する気はないんですかね。そうですね。じゃあ、これで R2 から R6 なんで、まあ、おそらくこの辺はリリアと共通になるんですかね。そこからさ、今までのリリアとかってさ、なんで床下が新規設定するのかってさ。まあ、そっか、あいつらは床下がそもそも説明書にねえからか。そうですね。まあ、だから交換はできるんですかね、ギリギリは。まあ、そうですね。その辺はちょっとだから、交換してみたい人はしてみるっていうのがいいですかね。で、一応、じゃあ、動力ユニットと、ごめんなさいね。R1 から8、M2 に行くと、あー、なんだっけ、忘れた。まあ、とりあえず、仲介者の、まあ、ですね。で、ごめんなさい、なんだっけ。たまに日本語忘れるんですよ、俺。これね、普通の客車っていうのは連接台車なんで、まあ、その連接台車じゃない先頭車とつなぐ側ですね。まあ、こちらの台車はこれ専用と。で、普通の残りは連接台車全部共通で、リニアですね。これはモーター台車か。ごめんなさい。モーターの動力が使えない台車か。で、こっちが本当の動力台車ですね。で、トラクション台中心ビス、リニアの連接動画ですね。で、M、ごめんなさい。もう、ライトニーと言いましょう。リリア。で、ドローバーに関してもリリア。で、連結器は新しい PBA と。で、リリアのライトニーとコンデンサ付きの、ことまあ、オクジャンとですね。まあ、こんな感じと。そうですね。まあ、おそらく今回ちょっとタリスがどこまで売れるかっていうのは俺も予想がつかないですけど、まあ、俺の場合ね、これ、言ってますんでね。まあ、例の2セットって感じで。まあ、そうですね。まあ、これはだから、要注目になるのかな。次は何だろう。普通に北国か。はい、これですね。客車急行北国と。寝台急行が。まあ、俺からしたら北国って言ったらやっぱり 5%3 系なんですよね。一応こちら、金沢新潟間、後に大阪新潟間の機動車急行につけられましたが、昭和23年に、急行日本から特許が認め、その日本海を開通する形で、大阪青森間の客車急行が北国と。まあ、そんな感じでね。一応こちら、旧型客車を含んだ10系客車の、編成で運行されましたが、昭和18年に普通席線定期苦しいと集まるのは12系客車がもろもろになると。で、こちら、昭和60年には電子化されて 5%3 系の JR 化の編成以上には定期列車としての運行場所の、まあ、高額の臨時列車として運行されましたが、翌年初旬に廃止されたので、北国の名称を証明したと。まあ、そうですね。難しいですね、5%3系北国。まあ、一応こちらですね。まあ、下りのみ、マニがつく、まあ、こんな感じの編成みたいですね。まあ、そうですね。だから10系客車に、まあ、スロー横順について、まあ、12系、まあ、そうですね。まあ、座席者も含めって感じなのか。面白いっすね。オロネ10とかに含めたら、まあ、10系客車なんで。まあ、面白いっすね、本当に。で、一応こちら、まあ、大阪から、まあ、途中駅の新潟までで、まあ、そんな感じですかね。一応これ、県域、大阪から米原で、デイテン EF70 が挟んで、パー175って感じだね。そうですね。まあ、結構面白い、編成ですね。青森からまあ75でパー1で、まあ、そのまま引き継いじゃうんですね。確かに俺、ここの富山から、田村からいらないと思うんですけどね。まあ、デーテンが引っ張ってって感じで、まあ、最後は58か。まあ、編成に関してはこんな感じで、昭和47年、48年、53年とね、まあ、なっておりますんで。そうですね、俺にとっては北国はやっぱり 5% かな。戻してきて大丈夫か。で、次が、お願いします。生産で、今日。そうですね、あとは、まあ、そうですね、北国見たんで、まあ、あとはそうですね、機関車類か。
まあそうですね。この辺に関しておそらく再生産なんで、まあわざわざ見る必要はないかな。まあ気になる方だけ見てみてください。あとはそうですね、まだ151系の方が、説明書ないんで、そうですね、なんでこれだけはまだないんですかね。まあちょっと気になりますけど。そうですね。まあ58は見とくか。俺も結構何台か加藤の、古い58持ってるんで。58ですね。握り棒とかもなんかあんのかな、C パーツやっぱり。まあ一応ね、58と。一応今回ね、まあ、これ、今回出ないボディもありますね。まあ、説明書の、共通の都合じゃね。まあ、一応150万台の三原運転場で、ブルー、まあ、動力はそれぞれって感じですね。小窓型で、長岡と。で、台車は全部共通ですね。動力台車、トラクションタイヤ、で、仙台車と。で、カプラフガンのカプラで、パンタグラフはなんかタイプあんのかな？あ、台座が違うのか。で、CS ナックルカプラに、ライトニットはブルトレなんだ。で、7号の無線アンテナ、平行きがアーサと。あ、握り棒もちゃんとあるんですね。で、ホイッスルに関してはあれなんだ。電力出力機なんだ。もうそうですね。まあ、これさえ見とけば、俺も58なくした時にとか、まあ、買えますんでな、C パーツ買ってれば。そうですね、見といても、まあ、損はないですね。パンタグラフもなんかあるんですね、いろいろ。まあ、青と、あれ、まあ、そっか、だ、あの、なんていうのかな、ボディの関係か。塗料の。なるほど。俺、どっちの58持ってたかな。多分、加藤製のやつが多いんだよな。じゃあ、完品ではなくて、ジャンクで安く売ってる、まあ、2、3000円でやってるやつを全部買ってきたんだよ、今まで58は。いや、そう、お飯とかもね、新品で買ったことないんですよね、61とか。だから、そうそう、一応ね、58欲しいんですよね、個人的に。あと、中古で買ったトミックスなんだけど、お飯の58の61かなんかすっげえジャンク状態のがあるけど、本当に2000番台の古いやつなんで。まあ、そんな感じですかね、今現在は。まあ、一応ね、加藤はこんな感じで。あと、出荷予定はそうですね、一応4月24日、まあ、0系新幹線が出るに合わせて、これ、火曜日だっけ？確か。これ多分案内しましたね、前回。ごめんなさい、木曜日か。あ、23？ 22？ あ、これ、明日、あ、だから今日か。一応、今日これメーカーから出荷されてますんでね。まあ、おそらく明日か、まあ、明後日か。今、とん、えー、まあ、店頭さんには出るのかな。まあ、あと残ってるレインボーとか。まあ、そうですね。押したろうが、まあ、いつ出るか。まあ、おそらく来週ですかね。おそらく加藤の場合で言うと、やっぱり、明後日ですね。明後日の木曜日に製品発表、まあ、発売予定表が出ればね。こいつら残ってるやつが、まあ、発売となるんですけど、最悪ちょっとここで出荷案内出なかったら、ちょっと危ないんですよね。来週の木曜日っていうのが祝日に入っちゃってるんで、まあ、ゴールデンウィーク前で。なんか、まあ、ゴールデンウィーク初日っていうのかな。まあ、そうですね。ちょっとどうなるか見ものですね。まあ、多分落合のなんつうのかな。多分問屋センターも、まあ、木曜日は休みで、一応金曜日は多分人入れるはずなんでね。どうなんですかね、ゴールデンウィーク。まあ、コロナの影響で旅行もそんなに行けないと思うんでね。一応ね、なんだっけな。昨日出かけた時あったんで、まあ、JR の、マルチ端末機、指定席のチケットどんぐらい売ってるのかって調べてみたんですよ。したらね、新幹線はそんなに売れてなかったっすね。一部列車のグランクラスっていうのはやっぱり売れてたんですけど、なんだろう、全然その列車に乗れないってことなかったんですよ。まあ、例えば俺が金沢行きたいからっつって、まあ、浅間のチケット調べたんですよ。したらね、全然その浅間とか輝とかも、その、なんつうの、全列車満席バーっていう状態じゃなかったんですよ。一応ね、出発日がね、木曜日で、来週の木曜日で調べて、5月の1日でも調べたんですよ。したらね、そんなにチケットは、ついてなく、混んでなくて、ただ唯一混んでたのがね、サフィール踊り子かな？ノーマルの踊り子に関してはチケットめちゃくちゃ座席余ってたんですけど、サフィールに関してはね、めちゃくちゃチケット取りにくいですね、今だに。確かに、どうなんですかね、サフィールでわざわざさ、指定席があって、まあ、伊豆に旅行行く方は、まあ、それはその通りの自由なんですけど、なんか金もったいねえなって気がするんですよね。鉄道マニアがさ、電車乗って金もったいねえなって、多分言語道断なだけなんですけどね。まあ、しょうがないですかね。俺はサフィールに乗るんだったら、朝のし、あの、本当の早朝の電車で行って、俺はリゾートに乗りたいですからね。あと、そうですね、トミックスからなんか情報出てないから確認してみるか。一応今日火曜日なんで、もしかしたら出てる可能性あるんだよな。やっぱり4月15日なんで、先週の、誰か先週の木曜、ごめんなさい、木曜日じゃねえ。木曜日か。そうですね、J4 更新された以外は何もないみたいですね。新製品情報とか、あ、間違えた。そうですね、てっきりなんか発売情報ぐらいは出てんのかなと思ったんですけど。ですね、確か湘南ブロックの発売が決まったのは俺覚えてるんですよ。あと覚えてねえんだよな。発売、そうそう、やっぱり湘南ブロックが、今週の金曜日ですね、発売で。一応4月の30日発売予定っていうのはまだないので、そうですね、どうなるか。ちょっと未定なんですかね。ゴールデンウィークの真ん中っすからね。あと、そうですね、マイクレースに関してはもう今月出荷はどうせないんで、あと GM か。そうですね。GM に関しては銀河鉄道で全科3班ですからね。年末評価はがっつり下げるとして生産予定表。そうですね。GM の方に関しても、まあ、京急の、あ、小田急と阪急があったんですけど、こちらはまだ記載ないんで、まあ、おそらくそうですね。
今週の木金あたりには連絡出るんですかね、情報的には。4月の下旬がいつからかって言ったら、大体明日から下旬ですからね。上旬、中旬、下旬にき、あの、き、あの、3分割したら 明日から下旬ですからね。まあ、どうなるか。そうですね、それぐらいかな。あと、グリーンマックス、俺5月なんかねえよな。グリーンマックス多分俺一番早くて8月なので。あ、今嘘ついたかも。あ、違う。グリーンマックス早くて8月なんだ。てか、早くなくても8月なんだ。ここっすね。あれどこだっけ？俺の、あ、これっすね。東急の8615か。で、あと、名鉄のブルーレイの。これまだ情報直してないんですね。ブルーライナー9月以降って。まあ別に8月でも9月でもどっちもいいんだけどさ、俺関係ないか。まあ、関係なくはないんだな。関係はあるんだ。まあいいや。こんな感じですかね。まあ一応そうですね。まあ一応来月にまた5月か。5月の下旬になって、まあ6月の加藤の足表出たら、そうですね。こいつらの足表。まあ出たらまたその時はね、案内しようかなと思いますんでね。ただ、そうですね。そんなに目星もないですよね。ぶっちゃけだし、大空なんかさ、前回のやつボディとかシャバンが違うぐらいで、大差ないと思うんですよね。あんまり変わったところってないでしょ、これ、シャバン以外は。そうですね。一応、クシロン電池所属の現行の形態が、あ、これが増設されたプロテクターか、あの雪の部分の。で、戦闘車は全車、全面ホールが取り付けられた状態なんで、まあ、それぐらいか。そうですね。キーハン28分の1。で、電話っていうのが撤去されたやんとか、まあ、結構違うのか。そうですね。ちょっと違うみたいですね。あと、そうですね。まあ、造形セットとかの一、まあ、一部にライトユニットつかない、戦闘車が入ってるんで、まあ、そいつらのライトユニット用の案内ぐらいか。一応、これ、仲介者のキーハン283の20ってつかないんですよね、ライトユニット。ただね、消灯スイッチはついてるはずなんだよな、この大空自体には。ついてなかったっけ？いや、多分つきそうにねえな。多分中間封じ込めか、もしかしてこれ編成。どうなんだろう、メーカーは中、ああ、そうですね、中間封じ込めだからおそらく消灯スイッチつかねえか。そうですね、まあ、消灯スイッチつかないならつかないで、つけるやり方っていうのはあるんだけど、めんどくさいんですよね、あれ結構。過去にやったことあるんですけど、めちゃくちゃめんどくさいんですよ、あれ。そうですね、まあ、どうなるか。そうですね。まあ、あと、まあ、311件、あ、313件に関しても、まあ、いろんなやつありますからね。まあ、2両だったり、3両だったり、セントラライナーだったりとか。そう、船長、こちら2両だったり、3両だったりとか。まあ、結構ありますんでね。まあ、多分その辺も、だから床下がどうなってるか、ぐらいなんですかね。そうですね。一応、加藤に関しては、まあ、6月っつったら、そうですね、南部線が結構今、プレゼンついてるぐらいか。南部線がね、一時結構高くて、1万、まあ、2万円はいかないですけど、だいたい1万8000円とか、結構いってたんですよね。まあ、定価、まあ、定価近いのが。ただまあ今回からね、まあ再生産がかかったってことで、まあ2割引きにはなりますんでね。お値段にしても大体1万5千円切るんで、そうですね。一応ちょっとヤフオクで、まあ参考だけ出しましょうか。ん？なんかさ、101040って言ったらわけわかんないこと言ってんだけど、何これ？ブルーレイ、何これ？さ、何これ？サダムネ君のリビング、何だこれ？びっくりした。 いきなりわけのわかんないのが出てきたわ。おー、びっくりした。あ、でも一応 N ゲージになってるわ。ああ、そうですね。一応ヤフオクには出てるので1万3000円なので、大雑把に計算すると多分そうですね。今ヤフオクの方がちょっと高いですかね。176。あ、でもそっか、140なんで、まあそうですね。ギリギリぐらい。あ、そうですね。まあ140だから、あ、そうですね。まあまあいいぐらいか。そうですね。俺も何もして欲しいんですよね、正直。まだ持ってなくて。こんな感じか。あ、そうですね。落札とか見るとだいぶ安いですね。1万1000円だったり。まあ、ジャンクで9000円か。あ、でも意外といいんでしょ？ 1 万6000円。まあ、去年の1、あ、これ1月か。これも1万6000円。そうですね。おそらく再生産情報はこの時までかかってねえのか。4ヶ月間だとして。まあ、こんな感じなんで1万5000円ぐらいとか、まあ、取引されてるんで。まあ、だから正直言うとね、興味がなくても南部線、あ、でもそうですね。これは多分転売には向いてないか。まあ、そうですね。安くて在庫残ってれば1セットぐらいは買ってもいいし、まあ、おそらく前回の9製品。まあ、ロットも同じなんでね。まあ、なんですかね。そうですね。南部線。まあ、一応、行き先表示確定してた、稼ぎなんだ。まあ、で、一応、交換で快速か、立ち返りか。そうですね。だから、個人的な話でさ、まあ、そうですね、シャバン変えたりさ、下手すりゃ、なんだっけ、なんだっけ、ドアスイッチつけて、3500番台かか、電源か工夫して、中央線のスカートとかして、中央線のスカートまだあんのかな。まあ、そんな感じですかね。まあ、一応ね、そうですね、5月に関東に関しては、まあ、足りすぐらいなんでね、いつ案内されるかによるかなと思います。では、また次回のご了承ありがとうございました。